はいどうも、パラプンテJリーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は長沼、鳥栖移籍ということで、まあ、手塚選手に引き継いでですけれどもね、長沼選手が鳥栖の方に加入ということで今回この話をしていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでちょっとびっくりしましたね。手塚選手でね、まあ終わるとは思ってませんでしたけど、まさかすぐにですけれどもね、これ長沼選手のリリースがあるのかって感じがしていたんですけれどもね。で多分メインチャンネルかサブチャンネルか忘れたんですけれどもね、いや今年の鳥栖夏の補強に長沼選手なんてどうでございましょうかねっていうコメントが確かあったと思うんですけれども、いやお見事でございますね。こう長沼選手のサガン鳥栖の移籍見事に当ててくれましたね。本当素晴らしいっていう話でございますけれども、さあ今回、こう長沼選手の獲得についてお話をしていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますよ。ということでこちらメインチャンネルでございますね。サブチャンネルの方でもJリーグの話をしております。よかったら動画概要欄からサブチャンネルの方もよろしくお願いいたしますということで、まずこちら広島から長沼の獲得発表ということになりました。いや本当素晴らしい戦力、鳥栖らしい補強になったんじゃないですかね。こう長沼選手ですけれども、今シーズンは3試合に出番がありました。うち先発が多分1試合だけだったと思うんですけれども、ね、やっぱ広島もね、ウイングバックのとこ右が藤井選手がいたりとか、まあ、ミスタ選手最近シャドウやってますけれども、まあ、このウイングバックでミスタが使われたりとか、あとまあ柏選手がそもそも絶好調であったりとかするんで、なかなか広島では出番がなかった長沼選手になってきますね。でしかしまあ19年20年は J2 愛媛の方で川井監督のもとでプレーをしているんで、川井監督のやりたいサッカーとか、まあ、頭の中というのはこう長沼選手はしっかり熟知している。そういう意味では即戦力として期待していきたい選手でありますけれどもね。でやっぱ長沼選手というとドリブルからですね、こう長沼選手はドリブルから一人でまあチャンスを作ることができる、そんな選手になってきます。まあ、本当チームがどんなに苦しい時でもこう長沼選手のドリブル一つで流れを変えたりとか、そういうこともできる選手になってくるんで、まあ、非常に面白い選手になってきます。まあ、中野義弘選手とかね、岩崎選手とか鳥栖のウィングバックっていったらやっぱスピードとかテクニックとかどんどん、まあ、抜いていって、一人でまあクロス上げてそこでまあチャンスメイクしていくみたいな、やっぱウィングバックの頑張りというのはサガン鳥栖には必要になってくるんで、まあ、本当肝のポジションになってきますが、十分この長沼選手であればサガン鳥栖のウィングバック、やっていけるんじゃないかと個人的には期待をしているわけでございますけれどもね。であとまあ E の選手が抜けた後のウィングバック候補にはなってくるんですけども、まずそしてこちらを見ていきましょう。ということでこちらでございますけどね、そう、E の選手のまあ後継者っていう話になってきますけど、これが2020年愛媛時代の長沼選手が起用されたスタメンのポジションですね。これはスタメンだけです。他のこの途中から出た試合に関してはカウントされていないんですけど、上のこの数字とポジションというのがスタメンで起用された、ポジションになってきますけど、一番多いのは左ウィングバックなんですね。で、まあ、この前のシーズン、この一つ前のシーズンは右で使われることが多かったと思うんですけども、長沼選手まあ、2020年は左でこんだけプレーをしているんで、おそらく左ウィングバックに長沼選手を置いて右に岩崎選手というのがベターになるから、もしかしたらまあこれ見ても分かる通り本当ポリバレントな選手なんで、右で使われてもおかしくないと思いますし、ね、もしくはこれシャドウとか、ね、そういう可能性もあると思うんですけど、まあ、何にせよですけれども、なんか攻撃的なポジションであればどこでもできる選手になっていくんで、まあ、左で使われる可能性が今のところ高いんですけれども、このままどこでも使って、どこで使っても結果を出せる選手と思うんで、そこは期待していこうと思ってますけれどもね。で下に書いてあるのが、まあ、データ的な指標になってきます。まあ、数字ですね。これ20点満点でデータが出ているんですけれども、まあ、ドリブルチャンスが13点というんで、まあ、20点中13点、まあ、2020年の J2 でのデータなんで、これがどこまで今の長沼選手と J1 でのこれ他の選手対戦相手の力と、まあ、比べた時にどんだけ通用するかという問題はあるんですけど、少なくとも2020年はこんだけの数字を残している。でロングシュート、まあ、ミドルシュートの数値も11点高いんで、まあ、本当イメージしやすいのはカットインから自分でシュートを放っていく、まあ、本当ウィングバックの選手の割にはシュート数も、ね、多い選手になってくるんで、そこのイメージはまあつきやすい選手になってくるのかなという感じがしておりますけどもね。で次こちら、ね、補強続いてますね。で今回の動きも、慌ただしい。昨年松岡選手が移籍してからですけれどもね、小泉選手、白崎選手、岩崎選手の加入があった、1年前のサガン鳥栖にはなってきますけど、今年もしっかり動いてますね。手塚選手、そして、今回のこの、まあ、長沼選手の、獲得もありました。でその反面、まあ、若手選手のレンタル放出もしております。藤原選手とか佐藤選手とか、孫選手もそうなんですけれども、ね、本当新卒選手をレンタルで出すというのは結構リスクが高いんです。なんで
リスクが高いかという話になってきますけど、まあ、これもちろんね大学とかまあ高校とかそこから出てきた新卒選手の数は多いんですけど、例えばですけど、これだから大学側からすると結構嫌がるらしいんですね。これなんでかっていうと、まあ大学とか高校側から、するとですけどもね、あれうちのね選手せっかくサガン鳥栖に預けたのになんでもうすぐにレンタル出しちゃうの、使わないのであれば、ね、他のチームに最初から行かせていたよみたいなこれね話になるらしいんですね。だから本当、ね、要はですけどもね、しっかりうちの看板背負って、出ていった選手を使わないのであれば、もう最初からお宅には選手を預けませんよみたいなことを、ね、言う指導者がいるとかいないとか、ね、そういう話もあります。まあ、だからそこまで言う、ね、指導者はいないと思うんですけども、でもそういう感じでやっぱりこうね、せっかくね心よくお宅のチームにうちの子預けたのになっていうのがあるらしいんで、ね、そこなかなか難しくてリスクもあるんですけど、でも僕はいいと思います。やっぱこうねチーム事情とかいろいろあるんでね、しっかりまあレンタルで出してで使ってくるチームで活躍していつかサガン鳥栖のユニフォーム着てくればいいと僕は思うんで、まあ結構勇気はいるこのレンタルでの放出、新卒選手のレンタル放出になってくるんですけど、これの判断は僕は間違っていないのかなというのは個人的にありますけれどもね。で、あと手塚選手、中沼選手の獲得について本当鳥栖らしい移籍になっています。まあ手塚に関してはくすぶってる感じはあんまりなくて、 J2 でもしっかり数字残している選手なんで、まあ本当よく取れたなって感じはしますが、まあ本当中沼選手もそうですけど、本当鳥栖らしい補強になったと思うんでね、これから期待していこうと思ってます。で、あとまだまだ補強続く、あとここですね、まあどこですかね、まあ、個人的にちょっとセンターフォワード1枚欲しいというか、レンタルの選手がやっぱりね、宮代垣田っていうのがレンタルで来ているんでね、完全移籍で来季以降もこれ戦えそうな選手を1枚欲しい。まあやっぱ完全移籍となるとお金がどうしてもかかると思うんで、お金の面ともこれまあこれ補強費との話し合いにもなってくるんですけれども、しかしやっぱりね、昨年小泉選手がね鳥栖に来てからなかなか最初は数字とか結果残すことができなかったんですけど、本当昨年ね悔しい思いをした小泉選手は今年は必要不可欠な存在になっているということを考えても、来季以降のことも考えてセンターフォワードのところ1枚で選手を取っておいて、まあ柿田とかあと宮代とか多分戻るんじゃないかと思うんですけれどもね、まあいつかあれ元のチームに帰っていた時のことを考えて、今のうちに完全移籍で取って、そこをもう来季以降使っていくみたいな形にしていった方がいいんじゃないかと個人的には思っているんでね、まあそういう意味でもですけれどもね、もしこれから完全移籍で取れそうな、まあ、選手とか、ね、お金があるのであれば、僕ならまあセンターフォワードのところに使ってほしいというのがあります。まあ、J2 から、ね、それこそ佐藤龍我とか高いかな、佐藤龍我とか取ってほしい選手になってきますけれど、まあ、今後のこのサガン鳥栖の補強とか、ね、その辺の話については今後も追っていこうと思ってますけれどもね、はい。ということで今回じゃありません、ね、以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんですよ、よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。